ではですね、もうお話が尽きないんですが、そろそろもう最後のというところでですね、はい、いろいろ伺ってまいりましたが、あのお二方の、まあ、こう分岐点ですね、ここに至るどんなことがきっかけになっているのかなというのを最後に伺いたいなと思っているんですが、石村さん少しあのお話もいただきましたが、はいはい、大きくは3つほどこれまであったということですね。先ほど言ったその3つがやっぱり一番大きいんじゃないかなというところですね、はい、まずは高校時代、はい、宮崎県立福島高校、その時は本当に監督に一本取られたなというような感じでしたよね。だから高校生である自分にもやっぱりそういう言い方っていうか、はい、ものもあるなっていうところの勉強はやっぱりさせられたと思いますね。代わりの、それならば代わりの選手を、そうですね、連れてきたら、いればよかったんでしょうけどね。いればそこ代わりの選手を連れて行って、僕はもう辞めて、当然ね、こういうもう知り合いにはなってないんだけどっていう、でもそしたらそのプロの西村則文は誕生しなかった。今なんかもどこが何やってるかわからないし、もう誕生してないですよ、誕生してないです。それとね、やっぱりチームメイトっていうか、はいはい、そこにもやっぱりすごく感謝してるっていうか、助けられたと。でもやっぱりその中でもなんかこう行くのにどうしようかなという中で、なんかこう気まずい思いあるじゃないですか、はい、でも行った時にそこの先輩あるいはチームメイトっていうか、そこの対応が例えば、変な感じのものだったら、僕はもうそれでスパッとやめたと思います。ただみんながこう温かく迎え入れてくれたんで、その後もやっぱりもう一回、はい、みんなに申し訳ないというところで、はい、野球を続けることができたと思うんですけどね。不思議なこう分岐点、まさに分岐点だと思うんですが、はい、あんまりこう親父っていうのがいろいろこう物を言う人間じゃなかったんで、はい、でも一言言われたんですよ、人に迷惑だけかけるなというところはもう、その時に言われて、はい、その後いろんな人に迷惑かけてると思うんですけど、そしてプロ1年目の、まあ、二軍監督さん、そうですね、ですかね、高木金曜さんですね。そうですね、まあ、でも言ったように逆にその言葉を僕はかけれてね、かけられてなければ、野球に対しての考えが甘いままで、はい、もうそんな16年の現役というところは送れなかったと思うんですね。だから逆にやっぱり感謝の気持ちと、やっぱり人っていうのは誰かのためっていうあれ、はい、例えばその恩人のためとか家族のためとかっていうものを常にこの頭の中に入れながらやるっていう、そしたらもうそれがまあ大きな力につながるっていうか、何があってもそこは我慢しながらそこの苦しいことを乗り越えられるんじゃないかなっていうところを本当にこの教えられましたね。力になることですよね。その時は聞こえるところで、誰だこういう選手を連れてきたのはっていう、と思ったんです。でも後ろ振り向くわけいかないですから、でもうこっちの方で、なんで、俺のことだよな、なんでそんな言われ方しないといけないのかなって思った瞬間に、まあ言ったように、自分だけにこの当てた言葉じゃないなっていうのを自分で感じ取ったものですから、それ分からないです。今もうその後もう確認はすることは絶対なかったので、っていう、それがもういろんな面で今までにこうつながってるというか、はい、本当にこう役に立ってるというか、はい、そしてもうお一方お名前が上がるんですが、プロを入って1年目のスイッチに変更するという時に猛練習に付き合ってくださった高畑健一ですね。だからもう山本監督が言われて、はい、で全体練習の中では監督がずっと、はい、付き添ってやってくれたんですけども、その夜から、はい、で次の、まあ、朝昼晩ってなるじゃないですか、はい、まあ、約1ヶ月もう高畑さんがずっと付きっきりでやってくれたんですよ。で初めて左っていうところ の初めてで、まあ、1週間か10日ぐらい経った中で、まあ、自分がそこをどれぐらいマスターしてるかっていうのは当然わからないじゃないですか、はい、自分の中ではいや、まあ、当然まだまだなんですよ、まだまだなんですけども、その時にかけられた言葉っていうのが、西すごいと、もうたった1週間10日で、お前これすごいよ、この短期間でこれだけ、まあ、レベルが上がってるっていうか、はい、まあ、左打ちをマスターまでいかないんですけども、大したもんだ、すごい、となるとやっぱり人っていうのはそういう言葉をかけられた時にもっともっとやっぱり頑張らないといけない、でこの人のために絶対このスイッチ行ったというところを、はい、自分のものにするっていう、はい、ところですよね。確かにそうですね、それが逆になんだお前1週間10日経ってんのに
まだそんなもんかって言われたら、うん、もうそのまで僕は投げ出して、もう監督のとこ行ってやめさせてくださいと、まあ、そのスイッチだわっていうのとこになったかもわからないんですけども、だからやっぱりコーチとして選手にかける言葉、やっぱり人としてやっぱりそのいろんな人にかける言葉っていうのはすごく大事じゃないかなと思います。確かにそうですね、恩人でもありますし、うん、そうですね、素晴らしい指導者の方に恵まれたという、うん、何かある、うん、連れてやっぱり、ね、うん、違うチーム行かれた時もやっぱこの電話していろいろアドバイスを受けたりとかやっぱしてましたん で、早くに亡くなられたんで、それだけはもう残念で仕方ないんですけどね、でも今度西村さんが指導者の立場にもなられたという時にはそれがきっと力になるというところはあったんでしょうね。だからやっぱりそういうものも参考にさせていただきながらという、はい、やっぱりやりましたけども、すごくこういろんな人に僕はもう恵まれてるなっていう、もう今現在もそうなんですけども、そう思いながら、ね、毎日、まあ、今ユニオンは脱いだんですけども、はいはい、それ以外のいろんな付き合いの中でそれはもう今でも感じるところですね。ありがとうございます。そして橋場さんは、中西太さんとの出会いだったという、まあ、それもあるんですけど、はい、一番最初やっぱり有藤さん、はい、ありがとうですね、はい、監督ゲーム出していただくようになってから言われた一言があって、はい、プロでやっていくんだったらインコース打てなきゃダメだっつって、はい、それも試合中に僕が守って帰ってくるじゃないですか、はい、でそうすると打順回ってこない時って時間空いてますよね、今から行ってこいと、お試合中ですよ、川崎の室内に行って、はいはい、インコースにセットして打ってこいと、チェンジになりそうだったら呼びに行かせるからって言って、マシンでって試合中ずっとインコースばっか打って、で守備ついて、はい、帰ってきてまた打ってって、そういうような感じ、それぐらいインコースを打てるようにならなきゃダメだっていうことを何回かやりましたね、はい、でそれからもうインコースをしっかり打てるようにっていう意識っていうものはありましたね、はい、それが最初ですね。はい、そして中西さんはいろいろなその理論だとか学習するところが、そうですね、今までにやっぱり聞いたことがなかったというか、例えば基本的にバッティングっていうのは一番高い高さの速いボールが一番ポイントが前になるじゃないですか、ね、ええ、でもそれを標準を合わせてやはりこうどんどん後ろにこうポイントが後ろになってくるとかっていうようなのが大体基本じゃないですか、はい、でも中西さんに言われたのは、うん、外を打ちに行ってインコースの速いボールも対応するっていう、そういう打ち方を習って。西村さんどうですか。いやそれは、はい、すごく分かります、はい、いい指導を受けたなっていう、はい、僕らもやっぱり、ね、はい、今までの、 そのバッティングコーチの人にそうやって言われたことはありますので、すごくやっぱり、ね、レギュラーとってその結果というか打率を残していくためにはすごく大事なところじゃないかなと思いますけどね。だからそれも今まで言われたことがない教わり方、はい、で、まあ、確かにその練習とかもそういうふうに打てるような練習、ティーバッティングとかをするっていうイメージからすると、野球やってる方だとインコースって本当前の方で捉えるっていうようなイメージじゃないですか。でも中西さんの感じはもうバットって前に出すんじゃなくて下に落とすんだって、インコース打つときに。そうすればくるって回転して打てる、その教えをやったときに少しこう成績が上がってきたっていうのがやっぱありましたね。94年に当時中西さんと池部さんをバッティングコーチとしていた時に、中西さんはヘッドコーチも兼ねてたのであんまりこう選手にこう付きっきりとかっていう部分ではないですけど、池部さんの方はもう結構もう自分たちにくっついてくれて、でその時に言われた一言がもう絶対そう頑張ってやろうっていうのがありまして、今年オールスター出ろよって、うん、オールスター出て来年1億取っちゃえよって言われたんですよ。もう普通に考えたら、まあ、確かにオールスターまだ出たことがなかったですから、もうオールスターでも夢の世界ですよ、やっぱりやっている中でも。で今年オールスター狙えよって、来年1億取れよって、はいはい、やってやろうみたいな感じでもう奮い立たせてくれたっていう、試合中でもちょっと気になったことがあれば今こうなってるよこうなってるよってこうした方がいいんじゃないかっていうのも
あのいいタイミングで言ってくれてたというか、ふっとこう入ってくるっていう、はいはい、結構いい分岐点だったなっていうのはありますね。その中西さんからインコースのその打ち方というかボールのさばき方っていうところの話をね、はい、してもらったと思うんだけども、それが実際どういう形で、うん、振っていくのか、はい、うん、だから、まあ、さっきの話を聞く中ではやっぱりこのいろんなインコースの打ち方を聞く中で、まず下をこう先に開くっていうか早く開いてっていうところになると、バットがなかなかね出てこないっていうところになると思うんで、はい、そのとこもちょっとさっきの話を踏まえて、ね、ちょっとこう分かりやすいように言っていただければ、子どもとかを教えてる指導者の方だと、やはり体を回せとかってなるじゃないですか、うんうん、そうすると体を回そうとすると開く、うんうん、っていうのがあるじゃないですか。出てこないよね。出てこないです。逆に手が出てこないので詰まってしまうっていうのがあるんですけど、でも基本的にはインコースの高めのところからこういうふうにポイントが中に入ってきますよね。真ん中から外に対して。でも自分もやっぱそうだと思ってた部分もあるんですけど、中西さんに教わったのは真ん中から外を打ちに行ってインコースに来たと思ったらストーンとバットを落とす、そういうような打ち方をするっていうのを教わってから、うん、逆にインコースがさばけるようになったというか、ね、だからインコースを意識しないで打てるようにならなきゃダメなんだよって中西さんに言われたんですよ、うん、でそれからインコースを意識しないでインコースを打てるようになってきたっていうのが、その真ん中から外に対して入っていきながらインコースで意識しなくてもパーンって回ってしまう、うん、でそのストーンってバットを落とすとなると、今度は逆に体が回ってくれるんです。そういうことだね、はい、ですから体を回せっていうよりも、もうバットをストーンと落としてあげるようなイメージでやると回転がしてくれるっていうような教わり方をした時に、本当にこうインコース意識するとバッティングって崩れるじゃないですか、まあね、うん、でもその時はもうインコースを意識しなくても、あインコースに来たと思った瞬間にも体がパンって反応してくれたっていうのが、だから自然とやっぱりそこのインコースのボールに対してバットがやっぱりこう出せていくっていうところ で、はい、ところで、それを出したところで今度また下も自然とそこの回転をね、しながら、はい、うん、できるというのがあります、うん、だからそれもなかなかね、やっぱり指導者の人たちに関してもそういう話っていうのは、まあ、初めてね、聞かれる人が多いんじゃないか、中にはもうそういう話も聞かれた人がいるかもわからないんだけども、はい、やっぱり野球の中で、このインコースを、ね、やっぱ打てないというかさばけなかったら打率もやっぱりそれだけ上がっていかないというのもあるんで、はい、うん、ですからそのよくトスバッティングをするときに当時やってたのは外に2球投げてもらってインコースに1球投げても3球をワンセットでやるっていうティーをもう徹底して、普通であれば外に打ち行くんですけど、外をパンってこうインコースはバットを落としちゃうっていう、こういう本当のこの形では打てないと思いますけど、実際にその意識の中でそういうスイングをした時に落とすことによってバットの芯がインコースに来るんですよ。それをインコースを打ちに行こうとすると芯っていうのは外に入っていくので逆に打てないんですよ。インコースを意識して打とうとすると、その意識の中の打ち方をするとパン、極端に言うと体の前のところまで来ちゃうんですよ、バットが、芯の部分が、でインコースをさばけるっていうのが、うんうん、自分がちょっときっかけになったところもあります。でも今のやり方はすごくこう分かりやすいと思うんやけどね、はい、うん、教える方からすれば、うんうん、この子はどっちのタイプが合うんだろうとかっていうような探り方でもいいと思うんですよね、うんうんうん、やっぱりインコースを意識しながら、うんうん、じゃあもう全然変化球がもう当たらないとかっていうんであれば、じゃあこういうこともちょっとやってみたらとかっていう、少しこうきっかけを与えてあげるっていうのがいいのかなと思いますね、はい、まあ、全ていろんなタイプのバッターにもこれは適用できるっていうかさ、はい、ね、やってみるのもすごくこういいことだと思うので、はい、もういいものを見せてもらいましたよね、はい、ね、はい、僕はもう普段もう走るようなタイプじゃないので、やっぱり走塁のスペシャリストですから、やはりスタートを
切るときにピッチャーのどこを気にするのか、うんうん、それは盗塁の盗塁のです、うんうんうん、はい、盗塁のときにどこを見ているのかとか、まあそういうのってまず聞くことがないっていうか聞けないですから、うんうん、自分もそんなにやり方的にはいろんな方法がね当然あると思うんだけども、はい、まあ、自分の場合は最初はこの全体像、うん、全体像の中で あそこにちょっと癖あるな、あそこに癖あるな、あそこに癖あるなっていうところ でそこが見えた時には徹底してそこの場所を、うん、追っかけていくっていう、うん、はい、ところで入って、でそれが分からない時は本当にもう足から、うん、例えば膝とか腰っていうかお尻のところがどういう感じになってるか、背中がどういう感じになってるか、でこの顔の動きがどうなってるか、左肩がどうなってるかっていうところの、うん、一つ一つをやっぱり追っかけていってっていう、うん、のはすごく、その時にピッチャーの一番最初に動くとこっていうのも意識するんですか？まあ、一番最初に動くとこも当然意識する。例えば右ピッチャーだったら一番先に動くってなったらこの右膝がちょこっとこう動いてからホーム投げるとか、あるいはこの左肩がスーッとこう動いてホーム投げるかっていう、そういうところを見つけ出して、そこを動いた瞬間にやっぱ走ることができれば当然セーフになる確率が高いわけだからっていう。もう一点いいですか、うんうん、左ピッチャーなんですけど、うんうん、左ピッチャーってやっぱスタート切りづらいじゃないですか、西村さんが左ピッチャーから走るときに気をつけてたことっていうのはありますか？気をつけるっていうことは、ピッチャーの方は右ピッチャーだったらどうしても見えない部分がたくさんあるんで、はい、目で抑えよう抑えようってするんだけども、そこで癖が出るんだけども、今度左ピッチャーになると自分が、ね、ピッチャーやったことないからわからないんだけども、はい、見えてるからっていうところの、うん、ものはあるんじゃないかなと、はい、うん、あ、自分は見てるから走者もやっぱ走りづらいんじゃないかなというところがあると、うん、目で抑えられると、まあそうですね、ただ、はい、やっぱり一つ考えてもらいたいのは、右ピッチャーは速いターンの牽制があるけども、うん、じゃあ左ピッチャーがそこまで速い牽制がありますかって言ったらないと思う。あ、そうですね、うん、はい、となると今度一流な自分たちからすると、右ピッチャーよりも一歩あるいは2歩ぐらいの大きいリードが取れるっていうところになるわけよ。右ピッチャーと左ピッチャーでリードの大きさも変えれる、うん、っていうことですよね、うん、左ピッチャーの方が大きいリードは取れると、まあ、自分が今までやってきた中では極端に言えば、右ピッチャーの時よりも少しスタートが遅れてもリードが大きい分、まだね、セーフになる確率も高くなりますよ ね、うん、その分やっぱりリードが大きく取れるっていうことは、やっぱりすごくやっていかないといけないのかなっていう。自分右ピッチャーも左ピッチャーも同じとこいましたね、うん、こうやっていろんなやっぱその走る人と話する中で、左ピッチャーの方がやっぱ大きいリードが取れるよなっていう話は、うん、してきたんやけど、ね、現役の時に聞きたかったです、はい、でもそれだけの足の速さがあったから、ね、自分ないですから、もうないです、うん、コーチからの助言ってタイミングもすごく重要なんでしょうね。そうですね、タイミングを間違えるとやっぱり選手もそこに入り込んでいかないっていう、うんうん、やっぱりそこのどういう言葉がけをするかっていうところもやっぱこう、はい、うん、しっかり考えてやっていかないと、なかなか選手っていうのは変な風に言われるとか、タイミング言ったようにタイミング間違うとも、背中向けてポッとこう言ってしまいますから、大事なとこじゃないですかね。本当にいい言葉をいい時に浴びせてもらったっていうことなんですね。そうですね、はい、みんなそういうのあるんじゃないかなと思う ね、はい、そうですね、実際その1億円プレーヤーというのはその球団すごいです、初の、僕はそこまで行ってないですから全然違ってきますからね、そこは。いやいやいや、奮い立たせてそこを取りに行かれたわけですね、うん、はい、だから、いや自分でも行けるんだっていう気持ちにさせていただいたっていうか、夢だと思ってたんで、オールスターとか、ご覧いただいている皆様の中にもこう指導をされているという方も大勢いらっしゃるかと思うので、非常に大きなヒントというお話も今日はたくさんあったんじゃないかなというふうにも思います。そうですね、まあ、少しでもこう、うん、参考にしていただければですね、はい、いいんじゃないかなという。だからそこでやっぱりこの、まあ、うまくいったというか、うまくいく前にやっぱりその言葉がけっていうのはあったんで、すごく大事な部分を僕らはやっぱり経験させてもらったなっていう、それをどんどんやっぱりこう伝えていかないといけないっていうところにいると思うんですよね。言葉がけはすごく大事だと思います、ぜひまたこの OB クラブの YouTube でもどんどん発信していただいて、はいはい、
伝えていた、うん、そうですね、言っていただきたいと、はい、そうですね、はい、思います、はいはい、ということで、今日は本当にたくさん贅沢なお時間をお話をいただきまして、お二方ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。さてでは、いろいろとお話を伺ってまいりまして、ありがとうございました。最後にですね、ご覧をいただいている皆さんにお知らせがございます。プレゼントのお知らせです。今日、お二方の、初芝さんの前にも置いてございますが、この OB クラブのですね、キャップをプレゼントいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。今後 OB クラブチャンネルで各テーマに分けて様々な配信をしていきます。ぜひチャンネル登録もしてください。よろしくお願いいたします。ということで、今日はお二方にたっぷりとお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。